オスカー・ホフマンは、現在のエストニアのタルト生まれのバルトドイツ人の画家である。デュッセルドルフ派の画家で、風景やエストニアの村人を描いた。タルトのパン屋の息子に生まれた。母方の祖父とその兄弟は、美術家であったとされる。タルトの写真家で、版画家のシュルツのスタジオで、写真の技術を学び、ホフマンは画家になった後も、熱心に写真の撮影もした。 画家として、タルトの展覧会に出展するようになり、1872年の2月、デュッセルドルフ美術アカデミーに入学した。エストニア出身の教授、エドアルト・フォン・ゲープ・ハルトの学生になったが、3ヶ月後にやはり、エストニア出身の教授、オイゲン・リュッカーの教室に移った。もう一人のエストニア出身の画家で、一歳年上で、すでに知られるようになっていたグレゴル・ボフマンからも、 影響を受けた。ホフマンの作品の色調や人物画の表現にボフマンの影響が現れている。1877年に美術アカデミーを卒業した後、パリのフェルナン・コルモンの画塾でしばらく修行した後、1878年にデュッセルドルフにスタジオを開き、版画も研究した。18880年代初めにタルトに戻り、 1883年にサンクトペテルブルクに移った。翌年、サンクトペテルブルク美術アカデミーの会員になり、サンクトペテルブルクに住みながら、ウィーンやベルリンなどの国際展覧会に出展した。ありがとうございます。